Do you want me to call an ambulance? 伝言するのは Do you want me to call an ambulance? 救急車を呼びましょうか。緊急時に使える英会話です。 Do you want me to call an ambulance? Call an ambulance? なんでやん、なんどれん Do you want me to Do you want me to call an ambulance? ぼっち寂しい。 Do you want me to call an ambulance? わかんないダメだった、ダメだった。 Do you want me to call an ambulance? わかんないんだよ。 Do you want me to call an ambulance? 何何何何何何何 Do you want me to call an ambulance? 何何何何何違う、なんでやんすじゃない、なんなんどれやん。やめちゃん、ポーズ やっていいんですか。いいよ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 。これやっていいんですか、うん、なんかね、うん、こういうの。なるほど、わかんない。ちょっと見えないアングルでお願いしますね。こんな感じ。なるほどなるほど。Do you mean cold young?呼んでこいみたいなやつかな。本当に。おお。まあ多分誰かが倒れてるから電話してあげてだと私は思う。Do you mean call young young? なんて？かわいい。Do you mean call young young? はっきり喋りなさいよ。物食いながら喋る。Do you mean call young young? Did me? Did you? Did you?Did you? On the, on the earth とかじゃないの。あれエプソンの話。そういうことか。え、じゃあヤムちゃんのポーズが、うん、こうでしたっけ。スカート気をつけてね、うん、こうらしい。あ、殺されてる、あのバーンってなってる。そう、うんうん、だからOn the earth. On the earth. それは絶対そう。いつからいつから出てきちゃった。絶対そう。でもえこれだから Did you mean call on the earth? いや Did you mean? Do you mean call? Did ん Do you mean? Did you mean? Call on the earth. やんでやんす。変わったじゃん。Dig dig もしかして Dig かな。掘る？ディグ？ミー？私は地球に掘られてるんだ。このあのほら地球に掘られて埋められてたから。やめちゃう。ディグ、ディグミーコールドオンディアーツ。ポコって感じ。え？ディグミーコールドオンディアーツ。ほー、なんか壮大な。もう一回。Dig me cold on the earth. Dig me cold on the earth. 地球掘れ。Dig って掘るでしょ。そうそうそう。Dig me。え、俺を掘れ。やめて。Dig me。ちょっと。レッドコールド。ヒントやってあげる。On the earth。ヒントこの地球上で俺を掘れ。ヒントのポーズは。ヒントのポーズ。え、そんなの着てたの。ヤムちゃんのポーズやって。あー、やらなくてよかった。でミトちゃんはそのポーズしながら答え言ってるの。わかった、うん、寝てんの普通に。あ、これをね。なるほどなるほど。これこの状態って言って早く今の状態でそのセリフ言って。Dig me cold on the earth。 無様だな。でもそのヤムちゃんのポーズでそれを言うってことは、うん、俺で地球が掘れたぞって意味じゃないか。ああ、なるほどね。俺で俺の圧で地球がえぐれたぞみたいな。だからつまり OK 行きましょう。やるんだ。あ、見えちゃう。
添い寝 ASMR みたいになったけどディグミーコールドオンディアース、俺で地球が掘れた激気さえ言いました。誰呼ぶちゃんのポーズって、あ、倒れてるから呼びましょうかってこと。いや、どっちかよ。Do you want me to call an ambulance? アンバランス。すごい。Do you want me to call an ambulance? すごい波があった。アンバランスじゃない？ 3 単語ぐらい分かってましたよ。ね、先輩。うん。ここでミスった。恥ずかしい。は？オンディアースだよ。やめなやめな。やめな。言ってないですよ。よくないよくないよ。なんかヤンデヤンスとか言ったから。ヤンスってベテリン。前編の英会話伝言ゲームはここまで。後編はまさかの展開が。わかんないです。次回投稿日は月のミトの編集が間に合えば5月17日の投稿になります。後編もお楽しみに。